皆さんこんにちは。神宮前駅東出口接骨院の柔道整復師の野田恭平です。今日は背中にある筋肉、広背筋の筋肉のストレッチを行っていきます。広背筋はどこからどこにあるかというと、この腰の部分からこう背中を通って肩の内側を取って腕についてきます。ここが硬くなってしまうとこう猫背になったり、肩が上がらない、いわゆる四十肩、五十肩になったり、腰痛にもつながりますので、ここが、硬い方ぜひやってみてください。ではストレッチを行っていきます。まずは、ベッドとか床に、正座してもらって、伸ばしたい方ですねの反対の手をついてください。で、伸ばしたい方の背中の、腕の方を下に引きます。で、これで固定します。そのまま後ろに体を倒していきます。これを、15秒ゆっくりやってみます。次では反対やっていきます。反対やっていきます。伸ばしたい方向ですねを手のひらを上にして、で反対の手で固定します。そのまま後ろに伸ばしていきます。これも15秒やってください。で、その次に、両手を、下に向けるのではなく上に向けて、そのまま後ろに倒していきます。そうすると両方の背中が伸びていきます。これも15秒やってください。デスクワークや、腕を使う仕事の人はよく硬くなりやすいですので、皆さんもぜひやってみてください。